ビトン、リプトン、リプトン、リプトン、ル、リス、ビトン、ル、ル、リス、ビトン、ル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 、リス、ビビビビビトン、リス、ビトン、リス、ビトン、リス、ビトン、ショー、フリースタイル TV。 はい、皆様こんにちは。ブロッコリー TV。 今日は今、長野に来ています。今日は長野にて焼くブーツはやめろの認知度チェックをしたいと思います。ということで、認知度のチェックで一番信用できる場所が、交番かなと思って、今長野交番の前に来ております。長野駅前交番ですね。それではこの後行ってきたいと思います。なんかすごい緊張するな。はい、長野交番、長野駅前交番。うわ、ミーティングしてんな、今。ミーティングしてんのか。あ、すいません、ちょっと今、認知度チェックをやってて、認知度チェックをやってて、はい、薬ブーツはやめろってご存知ですか？薬ブーツはやめろ、はい、ちょっと聞いたことないですね。知らないですか？はい、あ、すいません。すいません。ああ、なるほど。すごい、今人気になっちゃったよな。ということでね、はい、今ね、長野駅前交番でね、認知度チェックをしたんですけど、警察官にね聞いたところ、薬物はやめろ、知らないということだったんで、まあもう一人ちょっと聞いてみようかな、もう悔しいので。あ、すいません、すいません、ちょっと今認知度チェックやってまして、はい、認知度チェックをやってまして、薬ブーツはやめろって知ってますか？ちょっと分かんないです。知らないですか？ごめんなさい。すいません、ダメだった、知らないか。はい、ということで、長野駅前交番で長野見て、警察官に薬物はやめろ知ってますかという、認知度チェックをしたんですが、誰一人、知りませんでした。ということで、次回のショーフリースタイル TV も見出し元気、ちょっとカメラがもうこれ斜めになってるね、もうね、ショックのあまり、まあいいや、そういうことで、ちょっとね、悔しかったので、これだけちょっと交番の前で叫びます。薬ブーツはやめろ、やーやーやー。ちょっとね、悔しかったので、これで少しでもね覚えてもらえればいいかなと思います。築き上げたものバイバイ、俺の人生必要ない、過去のことに未練はない、今から未来を勝ち取りたい。ショーフリースタイル TV。